危ない、ギリギリ間に合いました。秋田駅、この秋田新幹線が出発する1分前に滑り込んで、東京駅のこの E6 系秋田新幹線小町号で少しばかり旅をします。さあ秋田駅を出発して途中盛岡岩手県までは在来線区間、そしてそこから新幹線区間へと突入します。なんだまた新幹線が、そう思われる方、視聴者の方いらっしゃると思います。ただね、この新幹線、秋田新幹線は一味違うんですね。逆向きで走ってる。そう、ここは全国でも珍しいこの区間しかないんですが、秋田から大曲の一駅の間っていうのはこの秋田新幹線 E6 系が逆向きで走る、そんな区間として有名なんですね。この在来線規格に合わせたミニ新幹線 E6 系、とってもこの茶色い作りだったりとか、座席がちょっと深い黄色だったりとか、落ち着く車内でしっかりとある程度遮音性が保たれているにもかかわらず逆向きで走る。ちょっと運転手さん、進行方向間違えてますよ。おいおい、勘弁してくれよ。俺は東京に行きたいのに。秋田から来たって新幹線伸びてたっけ？ご乗車の皆様、ご安心ください。この列車はただいま逆向きで爆走しておりますが、終点の東京に向けて走行中です。いや、もしかしたらマニアの方であればご存知の方多いかと思いますが、この秋田から一駅の大曲までの区間、ずっとこう丘陵が続いておりまして、山地を走行するわけなんですが、ここの区間は日本で唯一新幹線が逆走で爆走する区間なんですね。今在来線とすれ違いましたが、この区間は在来線の狭い線路幅と、それから新幹線の広い線路幅が2つ走る区間としても有名です。ご乗車のお客様にご案内をいたします。進行方向と同じ向きにご乗車になりたい方は座席を回転させることで乗り物酔いを防ぐことができます。さすがにこの逆向きで爆走する区間は秋田から一駅先、30分先の大曲までの区間なので、その30分さえ我慢してしまえばまたすぐ進行方向正面の向きに戻るんですが、ただ座席を正面に向けたい方はこう座席を回転させることも可能です。ご覧ください、線路2つありますよね。線路が2つかぶさってるかと思いますが、広い方が新幹線のレール幅、そして狭い方が奥羽本線、つまりはこの大曲の方からずっと新庄山形県の方から伸びている在来線区間からの普通列車がここに乗り入れます。秋田から大曲のこの区間は緩やかな丘陵を越えます。ちょっと低い山のようなものでして、で S 字カーブなんかがあって、とても緑にあふれた景色を見ることができ、そこを抜けるとこう一旦こう田んぼのような景色に出てきます。そしてこの秋田新幹線の区間は新幹線のように東北新幹線なんか320キロ爆走で運転しますが、この在来線区間に関しては130キロ、常磐線や関西の新快速と同じ速度で回送いたします。いやいや、そもそもなんで秋田から大曲で曲がって、それで盛岡まで行くルートなんだよ。なんで盛岡まで一直線でルートを作れなかったんだよ。ご乗車のお客様にご案内をいたします。盛岡駅から伸びる JR 田沢湖線は大曲駅にて、 JR 奥羽本線、山形から参りました奥羽本線と V の字型に交わっております。列車は急に曲がれません。ですので大曲駅でスイッチバックが行われます。大曲の駅の手前に駅が作られることも想定されましたが、大曲駅の過疎化を予想した住民の方に反対を受け、その計画はなくなりました。まもなく大曲です。奥羽線は戻り替えです。さあ秋田から早30分、終点ではないな、間違えました。途中駅の大曲駅に到着。大曲は花火が有名ですね。大曲に到着後は僕自身はまたここの駅から秋田に引き返すんですが、ここからが見どころです。あちら側には新庄、山形県から伸びてきた、これは在来線の奥羽本線が停車中です。ここのホームに一旦入りまして、そしてこの E6 系の小町号東京行き、ちょっと LED が切れててあんまりしっかり映りませんが、ここで折り返すんですね。この大曲駅の先頭、つまりは東京行きだと大曲からは最後部車両になりますが、ここは車両止めがついております。なのでここから先は行くことができません。ここから先行くってなると、この駅舎、駅構内をぶち抜くことになってしまいますので、ここで車両の方向が転換、方向が逆向きになりまして、運転手等もここでしっかり変わるそうですね。扉が閉まりまして、ここから山形新幹線 E6 系は大曲からは進行方向逆向きに本領発揮です。秋田の一番後ろ側の車両が先頭車となって、ここからは進行方向を変えることなく盛岡、そして大宮、上野、終点の東京を目指して旅をしていきます。さあ
東京まで長い長い旅行ってらっしゃいませ。いやそれにしてもこの E6 系の新幹線本当にかっこいいですよね。ちょっとコロッとしていて可愛らしい目をしているんですが、まあただね、そんな中でも可愛らしさを持ちつつも仕事ができる、そんなビジネスマンに例えるんだったらそんな感じの新幹線。そして大曲駅に到着。ここでは田沢湖線、盛岡から来る田沢湖線と、そしてこちら山形県の山形新幹線の終点新庄から来る在来線の大本線が交わっております。さあ時刻は13時5分、そして次に乗車するのが15分後の13時20分発の秋田新幹線小町号の秋田行きです。こう普通列車が、田沢湖線の普通列車が止まっておりますが、こうよく見てみると線路幅がねちょっと広いのがわかるかと思いますが、これがもう全国の日本の新幹線と同じ標準規と呼ばれている広い線路幅で、そしてちょっとこっちの方がピンク色濃いのわかりますが、こっちは在来線の大本線の方です。こっちは線路の幅を見てみると、これは首都圏の山手線、それから中央線なんかとの同じ線路幅、狭軌という線路幅が用いられているのがわかるかと思います。さあ、あの花火で有名な大曲駅の新幹線ホームに来ました。コロナウイルスの影響で大曲の花火大会はね、今年2020年は中止になってしまったんですけれど、そんな大曲駅からまたねこのホームから今度は秋田駅の秋田新幹線に乗車したいと思います。花火で有名な大曲、そしてこの秋田新幹線のホームも大曲、僕の性格も大曲。いやー東京からはるばるお疲れ様です。秋田まではあと30分なので、ここでスイッチバックをして休憩をして頑張ってください。休憩と言いましても停車時間も本当に2分3分ぐらいしかありません。秋田駅の秋田新幹線小町号が入線です。またここから進行方向を変えて秋田まで行きます。つまり東京から乗車してきた乗客の方はここで進行方向が変わるんですね。あーふざけんじゃねえ。この秋田駅の秋田新幹線もあっちに車両止めがありまして、でここからね方向転換をします。つまり東京から来ていた人、東京から乗車していた人と進行方向が逆になるので、そう皆さんねここから秋田まで行く方は席を戻す方もいれば、まあ、そのまま反対方向で進む方もいる、そんな感じです。進行方向を変えて終点の秋田を目指しました。進行方向を変えて終点の秋田を目指します。秋田まではあと一駅もうちょい。このミニ新幹線は若干車体幅が新幹線よりも狭め、在来線規格に作られております。なのでこの在来線区間はぴったしホームに収まっております。大宮なんかで見るとすごい段差が目立つのがわかりますよね。そして大曲駅を出発です。線路幅が違う2つの車両を横目に見ながら大曲を出発して終点の秋田を目指します。もちろん座席も反対方向向きです。こんなことこの秋田新幹線のこの区間以外では味わうことできませんからね。他のは海外の列車とかでは味わうことができるかもしれませんが、ただとっても、ね、貴重な体験をすることができております。ちなみにもう一つ線路があって、これ一見複線に見えるかもしれませんが両方単線なので、これうまくいけばあの在来線との同じ同時並走を見ることができるんですね。なのでたまにこの E6 系の新幹線とそれから臨時列車として走る SL の並走、同時走行なんかを見ることができる、そんなことを秋田支社はやってくれるようなんですね。撮影日は7月の末だったんですが、もうこの時雨がすごくてですね、秋田それから庄内平野の方最上川がもう流出しちゃって氾濫しちゃってみたいな感じで山形新幹線も大量に運休していたんですが、まあ、それでもギリギリ、まあ、晴れてはいませんが、ただ雨が降ることなく車窓をしっかりと楽しむことができております。川もあんな感じでもうどす黒く泥で濁っております。余談ですが、この時は秋田から五能線のリゾート白上郷に乗り換えるのに、この新幹線からなんと5分乗り換えでギリギリだったんですね。ですので内心かなり焦っておりまして、でも速攻で秋田駅で乗り換えを行いました。ということで今回は日本で唯一逆走して爆走するおかしな新幹線について取り上げてみました。皆さんもぜひこの秋田新幹線区間でしか味わえないこの不思議な感覚を味わってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。